鳥山石燕、根弱百鬼周囲より、もうウ毛ン、水木しげるロードに設置されている、もうウ毛ンのブロンズ像もウ毛ンは、鳥山石燕の画集、根弱百鬼周囲にある毛むくじゃら姿の日本の妖怪。動画集の解説文では、毛生まれみとも表記され、これは稀にしか見ることがないという意味である。文献によって分けう起源という漢字表記も見られる。 石縁による解説文には、葬儀に毛瀬ひたること家女のごとくなれば時と,との関連から列宣伝などに記載されている体に毛の生えていたとされる中国の仙人、毛女がその姿の形容として挙げられている。毛女は旗の始皇帝に仕える救助で、旗が滅んだために山中に逃れ、松葉を食べて生き延び、170年の歳月を経た末に、 空を飛ぶほど身の軽い仙人になった。体に毛が生えていたとされる。昭和、平成以降の妖怪関連の書籍では、モウウモウゲンは家の周囲や床下のように湿った場所に住み、これがいる家には、調子の悪い人、病人が出るという解説や、病人を出す性質から、液診の一種と考えられるなどの解説が取られている、ことがもっぱらである。しかし一方で、 石炎による毛羽毛源についての記述そのものは毛だらけで稀にしか見ることがないという情報しかなく、このような解説は江戸時代の民間伝承に直接当たったものではないと指摘されている。ありがとうございます。